こんにちは、ともこ先生とありさ先生です。眠りの質を上げる万能の香りラベンダーについてお話していきます。私たちは AEAJ の認定校講師をしております。この動画はアロマ初心者におすすめで、アロマテラピー検定にも対応しています。この動画の最大のメリットは分かりやすさと聞き流しできる点です。忙しい方もこの動画なら大丈夫。車の中、電車の中、隙間時間に聞けるので、繰り返し聞くことで頭の中に入ってきますよ。ラベンダーはこんな植物。ラベンダーの学名ラワンデュラは、ラテン語のラを洗うやリウィドゥス、青みがかった鉛色に由来すると言われています。あとラベンダーといえばルネモーリスガトムセですね。検定の歴史の部分にも出てきますが、彼はアロマテラピーという言葉の生みの親なんですよ。実験中に火傷を負い、その治療にラベンダーを用いたという話が有名ですね。手元に精油がある方は嗅いでみてください。フレッシュでフルーティー感やフローラル感を感じる香り。いろいろな用途に使用できることと使いやすさから万能精油と呼ばれます。ローマ人は消毒作用があることから浴槽に入れて沐浴したそうです。またラベンダーには私たちの物質的な体、エネルギーの体、エーテル体、アストラル体を安定化させ、心理学的不調を癒す効果があると言われています。私は旅行に1本だけ精油を持っていくとしたらラベンダーを選びます。睡眠の質を良くしてくれるし、リラックスもできて、化粧水を仮に忘れたとしても対応できるからです。ほんと万能です。簡単な行動効果、使い方についてですが、睡眠の質を高めたいとき、ストレスが強いとき、免疫を高めたいとき、細胞の活性化、抗炎症作用があるので、いろいろな肌タイプのスキンケアにおすすめです。睡眠の質を高めたい時にはティッシュに精油を一滴落として枕元に置いてください。化粧水やクリームなどを作ってスキンケアしましょう。同じ特徴を持つものは共通した性質を持つと言われています。花は植物にとって生殖器にあたるので、花から取れる精油にはホルモン用作用があったり、女性特有の不調に働きかけてくれます。花から取れる精油はラベンダーのほか、イランイラン、クラリセージ、ジャーマンカモミール、ジャスミン、ネロリ、ローズ、ロマンカモミールなどがありますね。では検定に出やすい要チェックポイントです。ラベンダー精油の原料となる植物の名前は神聖ラベンダーです。別名をトゥルーラベンダーとも言います。シソ科に属します。精油成分が取れるのは花の部分ですね。精油の抽出方法は水蒸気蒸留法を用います。ラベンダーの学名ラワンデュラは、ラテン語のラを洗うやリウィドゥス、青みがかった鉛色に由来すると言われています。フレッシュでフルーティー感やフローラル感を感じる香りです。では暗記用に出やすいポイントを端的に繰り返します。ラベンダー精油、原料植物神聖ラベンダー、別名トゥルーラベンダー、仮名シソ科、抽出部位は花、抽出方法は水蒸気蒸留法。ラベンダーの学名ラワンデュラは、ラテン語のラを洗うやリウィドゥス、青みがかった鉛色に由来する。フレッシュでフルーティー感やフローラル感を感じる香り。それでは問題です。第1問、ラベンダーの原料植物は何でしょう。答えは神聖ラベンダーです。それでは第2問、ラベンダーの仮名は。また同じ仮名の対象精油を6つ答えられますか。答えはシソ科。同じ仮名の対象精油はクラリセージ、スイートマジョラム、パチュリ、ペパーミント、メリッサ、ローズマリーです。検定前はぜひ繰り返し聞き流し暗記しましょう。検定のテキスト6ページに書かれている内容は出題範囲外です。どれも大切な内容ではありますが、試験対策としては飛ばしても大丈夫です。検定には香りテストがあります。香りテストに対応したキットには
17種もの精油が体験できますので、初心者の方におすすめです。購入先は概要欄にリンクを貼っておきますのでご参照ください。検定対策にもなるこの動画はシリーズでお届けしていきます。また検定合格後の上級者向けの動画も配信していきます。今ポチッとチャンネル登録をしていただいて、お見逃しのないようしてください。高評価をしてくださると私たちのテンションは上がります。配信頻度も上がると思いますので、よろしくお願いします。それではまた。